1977年の手塩有明駅と周囲約500メートル範囲。上が、幌延方面。周囲に家が結構建っているが、駅はすでに無人化されて久しい。島式ホームへの分岐が上下で相対する、片開け分岐を持っていたのが見て取れる。駅舎側の線路はほとんど認識できないが、島式ホームの駅舎側本線の他にもう一本。 貨物積み下ろし線が駅舎前に引かれていて、この頃には貨物線の方は分岐が外されただけで撤去されずに放置されていたようで、ある。上側にある機構場は当然ながら、すでに本線を利用していない。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成手塩有明駅は北海道苫前国所産物村座有明に、 かつて設置されていた日本国有鉄道羽幌線の駅である。電報略号はテア。羽幌線の廃線に伴い、1987年3月30日に廃駅となった。一部の普通列車は通過した11月1日改定の時刻で下りのみ一本。当駅が所在する地名より、開設時大糸線に有明駅が存在したため、旧国名の弟子をオフする。 元々同地は、アイヌ語の、モチュクペイ、に由来する、シゲル地区別と呼ばれていたが、開通前の1941年のアザメー改正に際して、一般より募集し改名した。名称は、ガツを背負っても働くとの意味を込めての、命名とされている。かつては、島式ホーム一面二線を有する、列車交換可能な職員配置駅であったが、廃止時点で、無人駅の上、 交換設備を廃止し、駅舎側に面した一線を側線化して一線のみを使用していた。他に、駅舎側にいる萌え方、滅の部方両側とも点鉄機が撤去された側線を一線、有していた。駅舎は、友人駅時代の駅舎が残り、ホーム南側とを結ぶ構内踏切で連絡した。弟子終アり明駅跡1999年時点では、砂利の空き地になっており、 駅前食堂のみ残る。また、2010年時点では当駅手塩境駅間にあった所産別トンネルが残存している。ありがとうございます。